はい、こんにちは、笠間博物館です。ということで今日はこちら、仮面ライダーグミということで、仮面ライダービルドのグミが登場しております。しかもいつも片一方の味だけなんですが、今回はアップル味&ソーダ味ということで、2つの味がベストマッチということになっております。2017年メイドインジャパン、はい、50円ですね。お値段はお一つ50円ですので、まあ普通にいつも通りって感じですね。賞味期限は今撮影日が2017年12月の下旬ですけども、2018年7月まで、約1年持たないかぐらいですね。10ヶ月いや8ヶ月ぐらいかな。ということで食べていきましょう。どんな感じなんでしょうね。美味しそう。これパッケージが4種類もあるってのがすごいいいんですよね。ビルド3種類ですけど、このね、これがまあカラーバリエーション的に多分まあ緑、黄色とか赤とかがあって、そしてクローズ。さあ中どんな感じの容器に入ってるんでしょうか。お、ラビットタンク、そしてビルド、映さなかったごめんなさい。ラビットタンク、ビルドと、そしてビルドドライバーということで、ではラビタンに変身してちょっと食べていきましょうか。おー、いい匂い。めっちゃいい匂い。剥いたらめっちゃいい匂いです。ではまず、ソーダ味の、こちらのフルボトルの方からいただきます。うん。今のはわざとです。うん。うん。うまい。うまい。久しぶりに食べました。美味しい。うん。じゃあ、二つの味がベストマッチって言ってるので、これがベストマッチになるかどうか今ちょっと食べてみたいと思います。じゃあ、ちょっといただきます。オレンジ。オレンジ？うん。うん、オレンジ、オレンジ。そうだ。うん。ベストマッチ。うまっ。マジでうまい。これ美味しいわ。これ美味しい。あ、すごい。クローズ今袋開けたんですけども、容器変わりました。じゃん、見えるかな。今度はニンニンコミックかな、これ。あ、違う、ゴリラモンドだ。ゴリラモンドと普通にドリルクラッシャー、そうですね、ゴリラモンド。でもクローズドラゴンの袋を開けたんで変身。いただきます。うまい。本当にペロッと食べれちゃう。うん。他は？うん。うん。また違うの入ってる。これは？なんだろう。ラビット違う。ハリネズミタン。ハリネズミ。タンクだな、これ。タンクじゃねえな。ハリネズミと、もう一個なんだっけ、これ。これだ。ロケットかな？ロケットではないな。これか。これだ。掃除機？そんなバカな。ハリネズミだよな。これはハリネズミだと思うんだけど、あれ、俺ハリネズミのメッキって持ってない？
ハリネズミってメッキ出てましたっけ？ここで素朴な疑問。おお、すごい、もう一個も違った。ホークガトリング。これはホークガトリングだわ、完全に。すごい。このソーダが大きい方とオレンジが大きい方、まあ一つの面積でって感じですけどね。二つ合わせたら多分同じだと思うんですけども。これでもいいよね。これだけで取っておくこともできる。しかも、これを取らなければ、まあ多分まだ全然食べれるんでしょうね。だから、僕今二つ食べちゃいましたけど、美味しかったから。ここをピッて開けても、これを封さえ切らなければ大丈夫。うまい！これ本当に美味しい。仮面ライダーグミってこんな美味しかったんだって感じ。毎年一応買ってはいるんですけど、このアップル味、ソーダ味。そうだ、それだからだよ。いつもグレープとかだもん。アップル味、オレンジじゃねえじゃん。俺さっきオレンジとか言ってたけど。アップル味、ソーダ味。これ美味しいです。ぜひ皆さんもね、スーパー、コンビニなど、多分行って売ってれば買ってみて、食べてみてください。50円なんでね。それでは、また明日。